皆様おはようございます。傍聴者の皆様に申し上げます。傍聴席では間隔を空けてご着席いただけますようよろしくお願いいたします。インターネット配信をご視聴いただいている皆様に申し上げます。本日の配布資料は市のホームページに掲載しておりますのでご参考にしてください。ただいまの出席員数8名、生息数に達していますので会議は成立します。ただいまから議会運営委員会を開会いたします。本日の会議の映像は市議会 YouTube サイトでライブ配信します。また配信は通常の固定カメラによる動画配信のほか全方位カメラを使った360度の動画配信も行います。そのため市議会 YouTube サイトから2種類のライブ配信映像をご覧いただけます。それでは審査日程に沿って会議を進めます。はじめに請願の審査についてです。審査の順番は請願提出者の発言、請願提出者への質疑の順で行います。それでは請願第35号、市議会議員選挙を市長選挙と同日選挙とすることを求める請願についてを議題といたします。本請願については請願提出者から議会基本条例第5条第3項の規定による発言の申し出があります。なお発言は申し合わせにより1請願につき1回で5分以内となります。残り1分で1度ベルを鳴らします。5分経ちましたら2度ベルを鳴らします。それでは菅谷さん発言をお願いいたします。おはようございます。請願書提出通り私は提出通りの内容でございます。それで、この提出請願書の趣旨書といたしまして、なぜこういうことを提出したかというと、現在までの取手市内における選挙、藤井市長の1回目 50.13%、2回目 49.54%、3回目 41.58%、4回目 38.56%、審議会においては 57.42%、48.6%、47.22%、前回が 43.86%、いずれも右肩下がりで、投票率はこれだけ低下していると、大きく低下しているという表現になると思います。子どもの勉強でもこんだけ点数下がってくれば、母親におやつ抜きだよなんて言われても当然な結果なんで、やはり1回に2000万の経費削減となると、大体通常の民間企業、スーパーマーケット、ヤオコーさんあたりで、A4 の紙1枚ですか、これ1枚はだいたい2000円の売上分に相当するということで出してますから、2000万の金額というのは大変な金額なんで、職員1人の退職金に想定するわけですから、その辺を議会の皆さんにもご留意いただいて、痛みを分け合う構造改革とか、いろいろ世の中では議員政治関係の人も言ってるわけですから、コロナの大変な時期にどのように復興するかっていうのは、ここの商店さんとか事業主さんは考えてるわけだから、ここで、議員さんの場合には今回をもって、退官するっていう人はやっぱりちょっと不利な部分はあるかもしれないけども、今後も継続して議員活動をやっていくっていう人は、時期が少しちょっと早まっても大した影響はないというように判断しますので、この件に関して請願しました。以上です。マイク切っていただいていいですか。
ありがとうございました。以上で請願停止者の発言が終わりました。これから請願停止者に対する質疑を行います。質疑がある委員は挙手願います。はい、細谷委員。補正です。請願者にお聞きいたします。でこれ来年の4月から施行という請願ですけれども、ちょっとその時期がその急すぎるんじゃないかというような意見も出て私の耳にも入ってきております。急ぐ必要が、あるのかどうか、この点もう少しこう時間を置いて、検討するということについて、どのように考えるのかお聞きしたいと思います。はい、菅谷さんお願いします。はい、やはり行政区として、11万市民の税金で動いてるわけですから、無駄なものは即刻に、対応すると、次回でいいだろうなんだろうということじゃなくて、皆さん高齢化になれば税収も減ってくるし、無駄遣いするなっていうのが親心であるし、1円でも大切に使いましょうっていうのが11万人の市民の考えでしょうから、その辺はやっぱり、議会っていうものは慎重になって考える、そういう時期ではないかと私は理解しています。はい、補正委員。この内容を協議するにあたっては、1日もあればいいの悪いのというのは決められる内容でもありますので、今ご発言いただいたことについては、分かりました。もう一つ聞きたいのは、この議員の任期が4年ということなんですけども、この今期に限っては3年3ヶ月になるということになります。4年間ああしようこうしよう、1年目どうしよう、2年目どうしようというような構想のもとに議員活動をしているわけですけれども、そういうことについては、崩れてしまうと、この請願通りいくとすればですね。でこれを来年市長選挙は保留にしておいて、次年度、再来年、我々が市議会議員選挙を迎えます。その時にこの同日選挙が節約のためにいいんだということになれば、その時の選挙で任期を3年3ヶ月と決めた選挙を行うというようなことについて、検討したらどうかというような意見もあるんですけれども、これを1年遅らせるということについては、1期遅らせるということについては、どのような考えを持っているのかお聞きしたいと思います。はい、菅谷さん。はい、今現在、我々皆さん誰しもスマホっていうものを持って世の中の状況っていうのを随時把握されていると思うけども、やっぱり高齢者世帯になると電気代も上がってきから、夜は懐中電灯で過ごすしかないとか、食費もおかず減らすしかないとか、そういうのをやってる状況だから、やっぱり市議会議員、先立つ人の上に立つ人は、ここで、我々も住民一人一人の立場になって、日々、公務についてるというものを逆に示さないと、また今次と、次回選挙になれば、議員さんも多少入れ替わるかも分からないとか、そういう状況もあるんで、思い切って、やるべきだと私は考えております。他に、はい、加藤委員。はい、この請願書の中に、さらなる議会改革を進めると書いてあります。本会議の中でもこの質疑あったんですが、ご本人菅谷さんのお考えはどうなんでしょうか。議会、菅谷さん。議会運営っていうのは全国一で、なってるっていうのは大方の市民が理解しているわけですが、それはやっぱり
この運営の中でコロナが発生したきたからタブレットで会議できるとか、そういう部分が主に一緒だと私は思います。でやっぱり一般市民レベルになると タブレットで会議できるとかそういうのっていうのはあんまり関係ないんで、まあ一般市民の場合には平穏で穏やかに日々の生活を送りたいっていうのが希望でしょうから、やっぱり取り出しっていうのは大手企業さんも進出してるし、やっぱり東京に近いとこだから11万市民のためのことを考えて1円でも今は経費節約していく時代だよと、そういうものをやっぱり議会議員さんそのもの各自全員あるいは市の職員さんも市民の皆さんの税金で運営されてるわけだから無駄遣いをなくして行こうっていうものをスローガンにしていただきたいと。私はこれ60歳の年を迎えましたが選挙権を有した時は藤代町町長吉田久夫さんっていうのはこの町を良くするのはみんなで力を合わさなければならないっていうスローガンで立候補したっていうのは覚えてます。だからそういう気持ちをみんな持ってね、吉田さんだけが素晴らしいわけじゃないけども皆さんそういう気持ちで志してやったわけだから、現在のコロナによる影響っていうのを重視して考える時ではないかなと私は思ってます。加藤委員、今お話を伺っているとさらなる議会改革を進めるために4月に行うんだと市長選挙と同時に行うことを提案しているということなんですが、今の話とその議会改革どうも私は理解できないんですね。何を思って議会改革として考えていらっしゃるのか、住民の立場から見てどうなのか、そこは分からないんです。再度お願いします。いいですか。私ら一般市民の、はい、須田谷さん、はい、いいですか。はい、どうぞ。私ら一般市民のレベルになるとやはり無駄遣いっていうところとはね、経費削減、まあ、無駄遣いという言い方はおかしいかもしれないけど知らないですけど経費節減というのを第一に考えていかないと無造作に税収があるわけじゃないですから1円でも無駄遣いしないというのを議会そのものがこういうふうに私らも改革して、無駄遣いというより経費節減に日々努めてますよというのを示せないと市民も選挙やった時とかそういう時に投票率がどんどん下がっちゃうんで、どこの人もこれ投票率下がってますっては総選挙に行きましょうって言ってますけども実際に上げていくのは大変だし、お天気だって左右するしいろんな過程が出てくると思うんで、まず身を切る改革ではないですけどそういうものを示した上でここで2000万節税できました、ここで1000万節税できました、ここでいくら説明できましたっていうのを一般市民に示す方が早いのではないかなと私は思ってます。加藤委員。はい、あとですね先ほど投票率の市長選挙市議選の投票率が話されましたけれどだんだん下がってきている、これについてじゃ投票率を上げるということはどのように考えるんですか。時期を変えれば投票率が上がるということなんですか。伺います。菅谷さん。投票率を上げるのには選挙管理委員会っていうのがこの市役所の中に組織があるわけなんで、その人たちもやっぱり、例えば選挙に来たら商品券上げますよとかそういうわけにはいかないでしょうけども、選挙の重要性っていうのを今日は投票率今のところ 20% しか行ってないんで、皆さん選挙に行ってくださいと、防災無線を使ってやるとかいろいろ使えるものはみんなね新たに無線つけたり何かするっていうのは莫大なお金かかるけどもあるものをきちっと利用してと、今日はコロナ感染者何人いますとかちょっと増えてから気をつけなさいとかね、そういうものを行政っていうのは市民と一体になってやっていかないと、今日は何人だって感染した人何人だろう、金はいくら無駄遣いになってんだろう、いくら経費節約になってんだろうっていうのを明確にしていけば市議会の人も我々市民のために一生懸命やって仕事してくれてから我々も選挙には行かなければならないとかさ、そういう考えになってると思います。
やっぱり 50% の数字を切っちゃっては、小学校の院長の選挙だってほぼ投票率は 100% でやってるわけですから、風邪ひいて休みた子いるとかそういうんじゃない限りね、そういうのも教育の一環でやってるわけだから、大人になって選挙になったら 50% 来ちゃっちゃって一部の人でいいんですよっていうのは、やっぱりはこれは一番東京に近い取り出しのやるべきことではなくて、やっぱり都市部に近い、みんなして町を良くしようとか、そういうやつを議会議員さん、あるいは一般市民ともども考えて、なおさら職員さんも含めてやれば、それはいい取り出しができるんじゃないかなと私は思ってます。加藤、はい、投票率を上げるためには、行政と市民が一緒になって町をどうしようか良くしようかというところで議論していくということはとっても大事なんですけれども、この寒いから暖かくなったからそれで投票率が上がると私は一概にはないと思うんですね。一部分はあると思いますよ、寒いから出るのが大変だ。しかし今回の県会議員選挙も4年前は 38.29% で、今回は 32.81% ということで下がってます。極端に寒い時期でもありませんでした、まあ、冬の始まりっていうこともありましたけど、そういう中で、暖かいから投票率上がる下がるの問題ではなく、やっぱり市民の選挙に行こうという意識向上がどのようにこう育っていくのか、それは議員と市民との関係も大きいと思います。そこら辺についてはどうでしょうか。菅谷さん、はい、私が、まあ、40年経験した中で、藤代町時代、まあ、この席上におられる方、赤羽さんで申し訳ないんですけど、赤羽さんが選挙、県議会の選挙をやったとき、傍聴人も300人もいた時代です。今みたく携帯電話もなくて、暗号で何秒何秒なんて、立会人とやる時代も見てきましたけども、やっぱり雨降ったって雪降ったって選挙に来るっていう人は来るし、興味を持つっていう人がいれば開票に300人も来るわけですから、今回は3人ですから、その差を大きく見ればね、3人は誰かというと私とあともう一人お一方年配の方3人だけです。だからそれだけ興味も薄れちゃってんだから、まあ文化的に今はカラーのパンフレットとかいろいろありますけど、昔はパンフレットなんかは1枚もなくて、その中で頼むよ頼むよとかって言って、選挙をやってきたわけですから、選挙そのものをもう一回考えて、上から順に順位を決めていくだけでいいのか、それとも市民のことももっと考えて、ね、実際取手市から1時間かければもう東京のど真ん中、一等地最高級の地もつけます。電車も速くスピード出てるから、うん、だけど中村県議も言ってましたけども、取手が茨城が好きなんです、取手が好きなんですと。私は中村君も後輩だから、いやそんなことねえんだよと、ね、人口も少なくなっちゃってるし、いろいろあっからもっと改革してやんねえとダメだよと。茨城の県南の中心はつくば市じゃなくて取手市だって言われるように頑張ってやんねえければダメだよと、うん、そういうものもあるし、そうすればやっぱり選挙も投票率上がるし、いろんな意味で皆さんの価値観っていうのもさらに上がるんじゃないかと思うんです。やっぱりその価値観っていうのは議員やっててよかったって思える日が、ただ当選しただけじゃなくて、ね、市民の皆さんから、いやいろいろ一生懸命やってくれて申し訳ないねとかありがとうとかっていう言葉があって初めての議会議員なんで、うん、何やってんだなって言われててもしょうがないから、うん、そこらはやっぱり改革っていうのはね、経費節減が一番の町づくりのことであって、湯水のように大企業からも税金流れてくる時代でもないし、また逆に取手市は資産家の人が多いから、その方々が払う固定資産税大きいって言ったって、やっぱり年々払う固定資産税が大きければそれだけ圧迫っていうこともありますからね、いっぱいやっぱりそういう面で、無駄遣いをしないっていうことで、
固定資産税も下げられますとか、市民税も下げられますかとかっていう方向で一生懸命頑張るっていうのが私は前提だと思ってます。そのためにはまず最初に何ができるかっていうんだったら税収拡大じゃなくて支出の減少、それに尽きるんじゃないかなと。私も商売やってたから分かります。銀行から借り入れするのには一番安い金利で貸しクレットをあれしようと。都市銀行は 0.9%、 地銀は 2.1%、 プラス保証協会 1.3% なんてやってたんでは、ある程度の規模になれば地銀のお金なんていうのは1円も必要ございません。そういう時代だと私は思ってます。以上です。他にはありませんか。ない、なしですか。そしたらじゃあちょっと副委員長と私交代して一点何点かお尋ねさせていただきます。お願いします。じゃあ佐藤委員長。それじゃあ何点かお伺いさせていただきたいと思います。先ほど経費の削減ということがあってのその効果はあるということは理解できましたが、例えば、先ほど菅谷さんの方で投票率の向上には選挙管理委員会の役目が大切だよというようなお話がありました。それは選挙投票に対する、啓発活動という話であったと思うんですけども、市長選と市議選を同時にやったときに先ほどおっしゃった投票率がこう、毎回下がってきているという効果が下がっていくっていう話があったんですけども、同時にやったことによってどのような効果が出るのか、その辺のところの考え方というのはどのように認識してらっしゃるんでしょうか。私が携帯電話の YouTube で、菅谷さんどうぞ。はい、いいですか。大物国内の大物政治家の挨拶なんか見てると、やはり政治家っていうのは20年もやると選手交代だと言われるのが世の中の常だとか、やっぱり有権者に訴えるものがないと誰も聞いてくんないとか、いろいろ田中角栄さんのやつ随分私も見てましたけども、そういうことをおっしゃってます。学校の教育だって魂の持った教育、義務教育でやってれば順調小学校しか出なくたって内閣総理大臣になれるんだと、そういう教えも日本の国にはあると思います。ですから例えば市議会議員と市長ってやれば、これは自分たちの今後の将来、市民も11万市民もかかってくれば、本当本気になって俺らも一票を投じなければならないという時期をやっぱり、立候補する人とかそういう人たちみんなが作るっていうのも一つの原因だと思います。逆に県議会議員も選挙も 4年に1回あんだから衆議院とは違うから一緒にやろうとかね、そういうのも必要になる時代も来るだろうし、高齢者がひどくなれば選挙に行けないから逆に選挙管理委員会で郵送による投票とかそういうのも考える時代が来るかもしれません、だからやっぱりその前段階としてなるべく取り出しに関係する市長さん、あるいは市議会議員さんというのは同じ日にやって、市民に認知度を高めることだと思います。委員長、はい、佐藤委員長。はい、ありがとうございました。菅谷さんの考え方理解できました。今まで、取り出しの今のやり方ですと、例えば市長選を終えてからの市議選が、9ヶ月後にあるということになると、市長になられた方の政策とかそういったものを、この市議選において市議の方が、町づくりの中にその方向性とかまた自分の考えが出てくる選挙になる、なってるんだと現状は思うんですけれども、その新しい考え方だとすれば、その市長選と立候補される方はそこで自分たちの考え方を今の方向性と現姿勢を見ながらいろいろ考え方を出していくということになってくるんだとは思うんですけども、
そういったところが削減、経費の削減効果と、照らし合わせて本当のその改革になっているのかどうかという点ではどのように認識されますか。はい、菅谷さん。まず一般の企業であっても取引であっても財政状況というのはバランスシートとかそういうのも当然ありますから、湯水のようにお金を使っていってもいいっていうものではないと思っています。私は会社法人やってる時に、接待交差費は20万ぐらいしかなかったです。異常に少ないということで、言われたことは、いやうちは接待交差費は農家の人の経常費しか使ってねえからと、企業に対する接待というのはないんですかとよく聞かれましたけど、いやそれは当然あります。だけど親の代からの教えで自分でも食べんだから給料ももらってんだからその中で出せよというので無駄遣いしないでやってました。そうしたものの積み上げをやってればいくら中小企業だって担保も入れないで、三菱銀行10億円貸してくれたとか、賃金がいくら貸してくれたとかその頭に入ってますけど、17億ぐらい担保なしで借りたけど担保入れないでそんだけ借りるっていうのはやっぱり商業の姿勢っていうのは無駄遣いしないっていうことを、ね、金融関係にもいろいろにも示さないと借り入れはできない。まあ市だったらばこの市は無駄遣いしてないと、市議会議員さんの給料が例えば100万円でもそれだけの市議会議員さん働きしてくれてるからしょうがないんだと、言えばそれは誰も市民で反対する人ないわけだから、要するに無駄をなくすと、できるものは紙一枚でも何でも節約した姿勢を作ってこのコロナの難局乗り切るとかね、今後の取り出し考えるとかいうふうにしていかないと、後で赤字食らっちゃってどうすべって言った時に増税ですよって言ったって、ああ結構ですよなっていう人はいないわけだから、そういうのは常日頃考えて、私は今若い職員さんだって60の年代を迎えた時に退職金大幅減額ですでは誰も結構ですよっていう人いないんだから、そういうものも蓄えてやるということを常日頃考えるべきだと思います。佐藤委員長、ありがとうございました。はい、それでは質疑終わりましたので委員長と交代します。はい、他にありませんか。それでは質疑なしと認めます。これで、請願第35号の請願者提出、請願停止者に対する質疑を打ち切ります。菅谷さんありがとうございました。退席していただいて、結構です。続いてですね、本請願について確認したいことがある委員は挙手を願います。はい、山野委員。はい、事務局に確認していいんですよね。本当ね、事務局という、はい、ちょっと休憩します。はい、再開します。質疑ございませんか。はい、なしと認め、これで請願第35号の審査を打ち切ります。これから当委員会に付託された請願の討論採決を行います。その前に議会基本条例第11条第2項に委員会の活動を中心に委員間討議を行うものとするとあります。議題となっている請願に関して委員間での自由討議が必要と思われる方は挙手を願います。なしと認めます。以上で当委員会に付託された請願の委員間討議を、打ち切ります。続いて当委員会に付託された請願についての討論を行います。討論のある委員は挙手願います。はい、加藤委員。
反対と。反対からです、はい、反対でよろしいですか。はい、先ほどの請願書の説明の中で無駄をなくす経費削減という話も大きく出されました。そして投票率を上げるということも選挙の役割だということもありましたけれども、やはり今政治離れが多くなっている中、年々投票率が下がっていく中で、何がこういったことの要因になっているのか、私たちは考えるべきだと思います。議員としては議会基本条例が定められて、本当に地方自治の本旨に基づいてということで議会を運営するということがあるんですが、本当に市民に開かれた議会なのか、市政について市長提案を賛成していく、きちんと二元代表制を果たしていないんじゃないかという声もありますので、そういった市民の意識を向上するには私たちの役割は大きいかと思います。寒い春になったらそういうふうに投票率が上がるとか、そういうものではないということを申し添えて、私は反対といたします。その他ありませんか。はい、細谷委員。賛成ですね。はい、この請願は市民の方から少しでも節約をしてくれと、この物価高でもう本当に大変な台所事情ある中で、節約できるところは節約してくれというのが一番願意だろうというように思うんです。まあ、それには答えていかなくちゃいけないだろうというのが一つと、あとその春に投票を行った方がいい、あるいは同日に行った方がいいというのは、やはりその程度の差はあれ、それは言えることだろうというふうに思うわけです。市長選挙に行く人、市議会議員選挙に行く人、両方それぞれ思いがあって、それが両方になれば相乗効果は発揮するだろうと思うし、実際選挙運動をこの冬の時期にやるということは、聴衆も冬の時期になるわけで、候補者もつらいけれども聞いてくれる人もつらいと、春の時期であればよりその辺は深まった議論ができるんじゃないかと。ただこれは 100% のことではないんですけども、比較すればそういうことは言えるんではないかというように思います。それとあとこの同時選挙を否定するというその議論の中で、議員の都合でですね、言ってるというところが多いんではないかと。私たちは当然4年という任期をいただいて、負託を受けて活動しているわけですけれども、市民の方から節約をしてくれというようなことがあれば、やはり議員の都合ではなくて市民の声を受け入れるべきではないかというようなことから賛成したいというふうに思います。その他ありませんか。はい、赤羽委員。はい、私は反対の立場から討論させていただきます。まず我々は4年という任期を与えられて議員活動しております。それを、まあ、大した議論もせずに、市民から請願が出たからといって、すぐにその、解散して市長選挙で合わせろという、のはちょっといろんな面で乱暴かと思います。もっとこれを検討するのであれば、もっとじっくりとですね、いろんな議論を尽くすべきかと思います。また一つ、請願者の方から無駄と言いました。2000万が無駄だと。で、やっぱり民主主義はある程度のコストはかかります。ですからそのコストを無駄を省くために解散して一緒にやれというのは私は乱暴かと思います。それから市長選挙と一緒にすることを今回可能、解散すれば可能ですけれども、じゃあ今度は市長が何らかの都合で、お辞めになって、市長選挙の時期が変わったときは、またこれ、この理論から言うと議会の方も解散しなきゃならない、そういう前例を作ることになりかねませんので、そうすれば、春にに選挙が市議会議員の選挙ができるというのは今回解散すれば可能かもしれませんが、その次がどうなるか分かりません。で、そういうことを考えると、
私はこのこれについて、サインを示すのはまだ時期尚早という気がいたします。以上です。その他ありませんか。討論なしと認めます。これで当委員会に付託された請願の討論を打ち切ります。これより当委員会に付託された請願の採決を行います。採決は挙手によって行います。請願第35号市議会議員選挙を市長選挙と同日選挙とすることを求める請願について賛成の委員の挙手を求めます。賛成少数です。よって請願第35号は不採択とすることに決定しました。これで当委員会に委託された案件の審査はすべて終了しました。続いて次第の2、請願陳情の取り扱いについてです。総和会よりご報告をお願いします。総和会岩沢委員。はい、おはようございます。請願、ですね、請願陳情について取り扱いについて会派の方で話し合いを、いたしました。結論といたしましては、陳情の提出締め切りを請願と同日にしてはどうかという案が出ました。まあ、年間通しての、受付はしておると思うんですが、その直近の定例会についての、取り上げについては、請願と同日でよろしいかという、意見でまとまりました。以上です。はい、ありがとうございます。ただいま総和会のご報告がございましたが、これ以外に他のご意見がある場合は挙手をして、お話しいただけますか。はい、有機議員。今の総和会の話は、今まではその陳情が出て、でその締め切り守ってるけれども、それを請願に振り返るときは紹介議員がついたらそこの部分の陳情の締め切りから過ぎても請願に切り替えられるっていうのは今までの制度じゃないですか。それを変えるっていうことなの。はい、前回の議運の方でこの陳情については、陳情はその請願よりも後に出された場合、その後に出されたものに関しては締め切りが後になっているので、締め切りじゃないですね、その請願に切り替わった前日までに請願が切り替わったというところでの時系列がちょっとずれているのかなと。請願のもともとの受付が前回の本定例会では11月21日請願提出締め切りになっているんですが、陳情提出されたのが23日に出されて、でそれが切り替わったのが前日の請願、12月2日の、お昼に陳情から請願に切り替わったと。そうするともともとのその請願の締め切りを過ぎての請願という形になっているので、まあ、そこの協議というところで話し合った結果が請願と同日でよろしいんじゃないかという意見です。有機議員、請願と陳情のその取り扱いを今定例会に挙げる際の締め切り日を同時にするっていうような提案でのお話なので、はい、はい、じゃあ休憩します。それでは再開いたします。先ほどですね、総和会のご報告がありましたが、これ以外、他のご意見はございませんか。はい、なしと認めます。それとですね、その他ございませんか。はい、質疑なしと認めます。お諮りします。ただいまの説明の通り決定することにご異議ございませんか。異議なしと認め、そのように決定いたしました。
ただいまの休憩中、菅谷請願提出者から本日の本委員会における発言について会議規則第124条の規定によってお手元にお配りしました発言取り消し申し出書に記載した部分を取り消したいとの申し出がありました。お諮りします。これを許可することにご異議ございませんか。異議なしと認めます。したがって、菅谷請願提出者からの発言取り消しの申し出を許可することに決定いたしました。日程に、戻ります。続いて次第の3、市民との意見交換会の調査についてです。11月12日に実施された市民との意見交換会で出されたご意見ご要望のうち議会運営委員会に割り振りされたご意見ご要望については、サイドブックスに搭載した通りでございます。議会運営委員会所管の内容については、閉会中に委員間討議で回答を作成していただきたいと思いますがご異議ございませんか。異議なしと認めます。日程調整を行いますので、休憩します。それでは、再開します。それでは、11月12日の市民との意見交換会で出されたご意見ご要望について協議する日程は、来年の1月19日にの9時に招集する予定で進めさせていただきます。ご異議ございませんか。はい、異議なしと認めます。したがってそのように決定いたします。次に次第の4、その他の、追加議案の取り扱いの件についてです。事務局の説明を求めます。小笠原補佐お願いします。はい、12月13日月曜日に、補正予算が追加送付されました。議案第78号令和4年度一般会計補正予算第12号と、議案第79号令和4年度取出駅西口都市整備事業特別会計補正予算第4号でございます。主な内容は、先日の建設経済常任委員会において都市整備部より、説明がございましたが、駅前交通広場整備工事関連の経費に、関連するものでございます。また一般会計の補正予算には、子育て支援に活用してほしいとの趣旨の寄付があったことから、それに伴う歳入歳出予算の計上もございます。駅前交通広場整備工事につきましては、国の二次補正の、内示があったこと、入手困難な部材の使用があるため前倒しで早期に契約し工事に着手する必要があるものとなりますので、いずれも14日に上程説明質疑付託省略で議決をしていただきたくご協議をお願い申し上げます。以上です。はい、説明が終わりました。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。事務局の説明の通り決定することに賛成の委員は挙手を願います。全員賛成です。したがってその通り決定いたします。続いてオンライン委員会についてです。執行部の説明委員と職務として出席する職員について委員会へのオンライン出席を委員長が認めることを確認したいと思います。ご意見ございますか。特に、はい、補正委員。職員がオンライン出席すると、説明委員とか、そういう人が、それは、どういうケースなんですかね、町内に出勤しているということなんですか、それとも自宅にで何らかのことで、出勤困難で来られないということなんですか。あら補佐。はい、今想定しているのが、例えばですね、自宅なんですけども、例えば、自分は、
まあ、病気だとか感染してなかったとしても家族とかの濃厚接触とかで、まあ、コロナの場合とかですけども、こちらに来ることができない場合にご自宅の方から参加することを想定しております。ご世話に、まあ、その時、まあ、説明する場合通常、まあ、かなり資料を持って説明しているケースが多いと思うんですよ。やはり答弁がこう不確かなことがあってはいけないというようなこともあると思うんで、自宅にそれは持ち込むことは不可能だと思うんですけども、その辺の配慮というのはどうなりますかね。はい、小笠原副さん。そうですね、自宅の方で、全て、説明できる場合とできない場合もあるとは思うんですけども、自宅で説明できる出席できるということの、可能性として、それを認めていただけたらなというところを想定しているところでございます。はい、他にございませんか。はい、意見なしと認めます。それでは執行部の説明員と職務として出席する職員について委員会のオンライン出席を委員長が認めることにご意見ございませんか。はい、異議なしと認めそのように決定します。委員長すいません。はい、大笠原さん。すいません、先ほどなんですけども、補正予算の追加送付されたという発言をさせていただいたところで、私12月の13日に補正予算が追加送付されましたという形でご説明してしまったんですけども、正しくは12月の12日に追加送付されたものでした。訂正の方をお願いいたします。はい、今の小笠原補佐のご報告修正に対して委員長の方はそれを認めます。次に、16日と20日の藤代南中学校との共同事業での可決議案の取り扱いについてです。前回の永山中学校同様に各委員会への調査の振り分けを行う予定です。現在各常任委員会において調査のための委員会の日程調整を行っておりますが、藤代南中学校の可決議案についてもこの委員会で同時に調査を行うこととして、藤代南中学校での可決議案の各委員会の振り分けを議長に一任することを確認したいと思います。ご意見はございませんか。意見なしと認めます。それでは、藤代南中学校との共同事業での可決議案の委員会振り分けを議長に一任することにご異議ございませんか。異議なしと認め、そのように決定します。次に、令和5年第1回定例会の予定について事務局より説明を求めます。小笠原補佐。はい、令和5年第1回定例会の日程についてでございます。今回、ご提示させていただいた案は、11月24日の議会運営委員会の際に、ご指摘をいただいた、3月13日の中学校の、卒業式の日の件です。その日は、休会とに変更させていただいた案となります。前回お示しした案から13日以降1日ずつずれた日程となっております。以上でございます。以上で説明が終わりました。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。それではこのように決定してよろしいですか。それではこの通り決定いたします。その他議長や委員から何かございませんか。事務局からはありませんか。なしと認めます。それではお疲れ様でした。これで議会運営委員会を閉会いたします。皆さんありがとうございました。